はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書3章テスト対策やっていきます。で、まあ1問だけですね、今回図形の問題やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、まあ確認してもらってちょっと厳しいと思う方は今からね、自分が解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあごちゃごちゃと4行問題文が書いてあって、特に図形が苦手な方なんかね、型とかにしてみると、うって思うよね。読んだ瞬間にもうちょっと飛ばそうかなみたいな、テストの時出てきたら思うかもしれません。で、図形の問題っていうのは確かに難しいのもあります。あるんですけど、結構多いのは難しそうに見えて実はそんなに難しくないみたいな問題も結構あったりします。で、みんながこのね、今解説を聞いた後にどう感じるかはわからないんですけど、まずこの文章が長いので、ここに載ってる情報を書き込んでいきましょう。あっちに頭の中で整理しやすくなるからね、書き込んでいく。で、読んでいくと BC イコール6センチってことで、まあ下が6センチだから、まあ6とか書いておきましょう。わかればいいんです、全然。で、CA が7センチだから、こっち側が7なんだなと書いておきます。入ってるよね。で、各 BCA が90度。まあ、これはね、直角だよ。だから、このままにしといて。で、BC 上。つまり、この BC。このとこに、とこに PQ があって、CA 上。こっちに R がありますと。まあ、それはいいんだよね。書いてあるから。で、大事なのは、BP と QC と RA が同じなんです。ちょっと指で消しちゃったけど、ここが全部長さ同じだよっていう。で、次。三角形 ABP だから、この左側の細長いこの子と三角形 RQC なんで、この三角形の面積の和、つまり足したものが三角形 ABC 全体の面積の7分の4となるとき、BP の長さを求めなさい。ただし BP が0から3っていう範囲指定がされております。ね、まあ聞いたとこでえって思うかもしれませんけど、まずまあオーソドックスなところで BP 求めたいんです。だから求めたいものを X って置いちゃいましょう。で、 BP が今全部これ長さ同じなので、まあ途中式をもし書くんであれば BP イコール QC 全部同じだからね、 RA イコールまあ好きな文字、今回 X にします。 X と置いてください。つまりここ XXX となります。で、今回は3つの三角形 ABP、RQC、ABC、 こいつらが主役というか、こいつらが必要ですよね。だからそれぞれの三角形の面積を出していきましょう。一気に倒すんではなくて、コツコツと倒しにいきます。で、まず三角形 ABP から。で、おそらくこの3つの三角形の中で一番ちょっとうんって思うのはもしかしたらこれかもしれない。で、なんでかっていうと、まあ細長くなってるんですよね。で、結構忘れやすいとこ、まあこれ小学校で習ってるんですけど、この三角形底辺、まあ大体ここにしますよね。まあ今 X なんでここですわ。高さどこっていう、ここをミスりやすくって、高さここね、まあこう伸ばした時に90度になってる、ここが高さです、三角形。つまり三角形 ABP の高さここだから、つまりここだから7でね、まあ、底辺 X 高さ7ってわかるので、もちろん三角形と三角形なんで2分の1かけてね、底辺かける高さかける2分の1、もしくは割る2でもいいです。で、これまとめると2分の 7x といって1個、これだけでも三角形終わりだからね、 ABP は。で、次 RQC 行きましょう。三角形 RQC で、あいつは底辺ここですね、 x にして高さはここです。で、まあここか、この高さがちょっと気をつけるところで、これは全体が7です。全部7ね。7から上の X を引いたものが下の残りですよね。一応書こうか。全部で7なんです。AC ね、ここ。7。で、この AR を引いてあげれば、今求めたいこの RC が出てくる。で、ここは X だから。つまり7から X 引いた 7-X。これが三角形 RQC の高さになります。つまり底辺 X かける、まあ書くにしよう。高さ 7-X かける2分の1です。で、これのちょっとまとめ方気をつけましょう。ちょっと消しちゃうね。
今ね、底辺かける高さかける2分の1の順番で書いたんでこうなるんですが、これ2分の1と x、まあ、くっつけてしまえば2分の x、かっこ 7-x とこうなります。全部かけなんで繋がってるからね。で、2分の x 配ってあげれば2分の 7x が先に来るんですけど、まあ、x2 乗を先に書きたいのでちょっと後ろから書きますね。つまりマイナス2分の x2 乗、まあ、2分の 1x2 乗でもいいです。で、プラス2分の 7x と、これが三角形 RQC の面積、こいつね。で、もう一個、三角形 ABC も必要になるので、三角形 ABC、一番大きいやつね、出しましょう。で、これはもう底辺が6、高さ7ってすぐわかるから、底辺かける高さ、で忘れずにかける2分の1。で、まあこれ約分すると3だから、3、7、21とこうなります。で、必要なアイテムが3つ揃えました。これね、こことこことここ。じゃあ問題文に戻ります。しっかり読むと ABP と RQC の面積の和、つまりこいつとこいつの和足したものが三角形 ABC、 つまり21ね、書いちゃおうか、21、あ、ここまでか、21の7分の4となるんです。で、これを式に表すとこいつとこいつの和ね、つまり2分の 7x 足す、一応カッコにしとこっか、ちょっとこう書き直すね、こっちの方が分かりやすいかな。2分の 1x2 乗プラス2分の 7x、 これが21の7分の4になる。これは 21×7 分の4ってしてください。じゃあ7分の4倍ってことね。で、あとはこれを計算していきます。で、まず、まあ、この x2 乗はここしかいないのでこうなります。で、2分の7足す2分の7するとこれ2分の14になるから、つまり約分して7なんだよね、 7x で、ここも約分ができて3412で、こっち側に持ってくればこうなります。で、今まで計算問題ずっとやってきたように、ここにこういうのが x2 乗にこういうのがくっついてるとやりにくいので、ここ処理します。で、一気に処理するんだったらマイナス2をかけてください。で、一気に処理するのがちょっと厳しかったらまずマイナスかけます、全部に。そうすると符号が全部変わるから、こうなってこうで、2分の1が邪魔だから全部に2をかけて x2 乗マイナス 14x プラス24イコール0です。で、文章問題に関しては基本的に因数分解できるはず、大体ね。だからできると信じてやっていきましょう。XX、かけて24足してマイナス14のコンビです。24だと83とかよく使うけど、多分12と2かだね。だからマイナス12とマイナス2でいけば、かけて24足してマイナス14ですね。つまり X イコール12と2が答えとして一応出てきます。ただここで聞いてくるのが X、まあ、BP のことね、今出したいもの、BP は0から3なんです。ちゃんと書くんだったら、X がね、まあ、BP でもいいけど、この範囲なきゃいけないから、X は3だよって。つまり、答え、求めたかった BP イコール、なんで3って書いた？違う。BP イコール2センチと。これで終了となります。まあ求めてきてね、こう、まあ特に苦手な方はどう感じるかはわからないんですけど、もちろんこれが絶対解けなきゃいけないっていうわけではないです。わけないんですが、こうやって長い問題が出てきても、例えば面積とかね、出てきても書いてあるように、まず情報を書き込んでいく。で、何が必要かなって。今回は面積の話だから、こいつとこいつとこいつの面積が必要そう。じゃあ一個ずつ出してみようって。三角形の面積は底辺と高さがあれば絶対出せるから。まあ文字を使うけどね、こうやって。で、出して、じゃあ、出し終わったから、ここの文章。こいつとこいつの和、面積足したものが、これの7分の4だから、これかける7分の4って式を作って、じゃあ、あとは解いていこうと。で、最後に、範囲指定されてるから、間違っても12を書かないように。っていうところで、こんな感じでやってみてください。では、今回は、中学校3年生の教科書3章テスト対策やらせていただきました。今回も最後までね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。
で、もう一本ですね、一応まだもう予定しているものがありますので、もしよかったら次回の方もぜひね、見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。